中年オタッキーです。今日はね、首都圏中央連絡道の厚木パーキングエリアで収録しております。ここなかなか止めれないんですけど、今日は運よく止めれました。GoTo キャンペーンがね、一段落して交通量もまあ減ってきて快適にはなりつつあるんですけども、結局年末でトラックが増えてあんま変わんないんですよね。まあ今日はね、そういうことはどうでもいいんですけども、今日はね、このカメラ、これ以前も紹介しましたけどね、オリンパス OM1、こちらでドリームロコモティブさんにこの間先日いただいた、イルフォードのデルタ100、を使って撮影してきましたが、ちょっとね、現像で変わったことなのかな、変わったことをやっております。それでな、まあ、動画の中で詳しく紹介してまいります。それでは動画スタート。はい、今回使用したカメラね、オリンパスの OM1 なんですけど、ね、ついてるレンズはこれね、最近よく使用しております。50mm の FE、OM システムの随行 MC、マルチコートですね。50mm の F1.4 で撮影してます、今回。でもうね、次のフィルムもすでに入っちゃってるんですけど、次のフィルムもまた同じデルタ100なんですけどね。でね、このカメラだと、ちょっと前、何ヶ月前だったかな、ちょっと忘れちゃったけど、視聴者いつも見てもらってるのは、ズボラ様よりね、提供していただいた、カメラになります。もう、すごくね、楽しく撮れるカメラでね、今回もバシバシっとね、取り上がったんですけどね。で、使用してるフィルムはね、ドリームロコモーティブ様より提供していただいたフィルムになります。デルタ100を、長巻きで仕入れて、それをパトローニーにね、空のパトローニーに詰め替えたものになるんですけどもね、長巻きで購入するとね、少しだけ安くなります。少しだけ安くなるといっても、デルタ100の国内流通価格はだいたい製品版36枚撮りで1本968円。これヨドバシカメラですね。でね、長巻きがね、1万6000円ちょっとだったと思うんですけど、だいたい長巻き1本で22本ぐらい撮れるんで、1本あたり800円前後になってくるのかな。で、まあ、長巻きで頑張ってそのぐらいしか安くなんないのかっていう感じで、思うんですけども、これがね、あの輸入するとなると話が変わってきます。B&H フォトですとね、製品版はね、1ドル99セント、でね、長巻きの方はというとね、94ドル95セントなんですね。だから、まあ1万円ぐらいですか。長巻き1本1万円ぐらいで22本ぐらい取れるんで、500円を切ってくることになるのかな、一本ね。だから輸入する場合、まあ送料が1500円ぐらいかかってしまいますけど、輸入するとなったら結構長巻きがお買い得かなっていう感じになってきますね。でね、ここでちょっとね、長巻きフィルムを購入してる方、特にね、輸入してる方、ケントメアが値上がりしてます。ケントメアがね、10ドルぐらい値上がりしてますね。この間買った時よりね、51ドル、長巻き1本、ケントメア100が、59ドル95セントになってます。以前はね、49ドル50セントぐらいだったと思うんで、まあ、10ドル弱ね、あ、10ドル強か、値上げになっております。フィルムの値上げがね、どんどん続いておりますが、まあなんか、コダックも富士も値上げ、まだ値上げするんじゃないかっていう噂が飛び交っておりますけどね。まあ、フィルムはね、ちょっと、余裕があるんだったらちょっと多めに買っといた方がいいかもしれない。あんまりたくさん買って期限切れになったら、もったいないかもしれませんが、冷蔵庫に保管するとか、冷凍するとかでね、ちょっと多めに買った方がしばらくはいいかもしれないですね。ちょっと話は脱線しましたけども、今回ね、デルタ100でね、特殊なね、撮り方をしたっていう、特殊な撮り方はしてないんですけども、普通にね、100に設定してっていうか、これ露出計が動いてないんで、100ぐらいの、感度になるように撮影しました。例えば、日中のね、屋外、晴天の日中の屋外だったら、250分の1の F8 ぐらいで撮るとか、まあそういう感じの撮影をしてきたんですね。で、
ドリームロコモーティブ様からね、現像データもいただいたんですけどもね、メーカーのね、現像データですね。イルフォードの現像データを調べてみると同じ数値が出てくるんですけど、パッと見てね、そのデータを見て、ちょっと長いなと、現像時間えらく長いなと、思ったんですね。それでね、ケントメアの例を思い出したんですよ。ケントメアとイルフォードは同じハーマングループが製造しておるんですけども、で、ケントメアの現像データ、メーカー公表の現像データがまたえらく長いんですね。で、そのデータ通りに現像すると、確実に過現像になるんですよ。粒子が荒くなったりとかね、するんでね。で、僕はね、ケントメアの現像は、富士フィルムのネオパン SS のデータをベースに考えて現像しています。まあ、ぶっちゃけた話、ネオパン SS と全く同じ時間の、現像時間でやってます。で、今回もね、それが当てはまるんじゃないかなと思いまして、ネオパン SS のデータで現像しました。これね、結構自信があるんですね。なんでここまで自信があるのかって言ったら、これ写真部のね、影響なんですね。私が所属してた東福岡高校の写真部はね、コンテスト嵐が大量にいるような結構レベルが高い、高校としてはレベルが高い、写真部だったんですけど、その、まあ、現像液も用意してあって自分で現像するんですけどね、物質でね。そこにね、その現像データが書いてあるんですよ。壁にね。で、どんな風に書いてあったかって言ったらね、100と400しか書いてないです。フィルムの感度が100か400かしか書いてないです。で、先輩に聞いたら、これどんなフィルムでも一緒なんと。100やったらこっちなん、400やったらこっちなん。うん、どんなフィルムでも一緒やって。ネオパンプレストだろうが、トライ X だろうが、イルフォードの400だろうが、関係ない。って言われたのを覚えてたんですね。で、まあ、400の話しか聞いてなかったんですけど、その時は。で、100もおそらく一緒じゃないかなと思って。ね、普通に ISO 100で撮影しまして、ISO 100のデータで現像してみました。はい、それで上がってきた写真の、作例が今から始まってますが、これ100の、露出で撮影して、ネオパン SS の100の現像データで、現像してます。ちょっとね、今回ね、ほんのちょっと光線漏れがあったりします。ごめんなさい。でね、まあ、見ていただければわかると思うんですけど、ほぼほぼ高結果になってると思います。特にね、ひどいアンダーとか、まあ、僕が撮影失敗してアンダーになったのはあるかもしれない。これとかね、あるかもしれんのですけども、これもそうですが、まあ、ほぼ良い適正露出で、撮れてますよね。現像時間はね、2分ぐらい短くなっちゃうんですけど、十分なデータ、現像ができてると思います。現像時間が長くなるとね、粒子が荒れたりするんで、現像で時間はね、ベストなものがいいんですけども、どうやらね、このイギリスのね、ハーマングループはね、なんかちょっと長めにね、データを出しているような気がします。なんて言うんですかね、イギリス人の気質がどんなものかはわかんないんですけど、短くてアンダーにするよりは長くてオーバーにしてもらった方がいいって考えてるのかな。今回の現像は概ね成功だったと考えていますが、見た感じいかがですかね。まあ、結構ね、その調子としてはね、ネオパンアクロスに似てるような気がします。ハイコントラストっていうわけではないし、若干柔らかめでね、で微粒子、T 粒子、を使っている製造しておりますので、ネオパンアクロスもね T 粒子、同じ T 粒子で、ネオパンアクロスの方がほんのちょっと微粒子かな、まあでも差はないかなっていう感じに、思えますけどね。このフィルムね、1本あたり日本国内で買っても、製品版でね1000円弱で購入できますし、なかなかいい感じだと思います。使って損はないフィルムだと思いますね。ケントメアとかもね、1本1000円ぐらいで国内流通してますけど、ケントメアはね、吸入剤なんで、まあ、超微粒子という意味では、イルフォードの方がいいような気がしますね。で、今回、
このイルフォードのデルタ100、まあ他のシリーズもそうなんですけど、ISO 感度のね許容範囲がね異常に広いんですね。例えばデルタ3200なんか乗用感度1000で3200まで増感が可能とかね、このねデルタ100もそうでして、乗用感度は100なんですけどね、玄関で10までいけるらしいんですね。で玄関でね10までね、玄関して現像したものをね、ドリームロコモーティブ様がね作例で送っていただきました。でその作例を紹介してまいります。はい、この作例なんですけどもね、やはりねあのディテールは上がってると思いますね。ただ注目してほしいのがね、ディテールは上がってるんですけど調子は変わってないんですよ。あのネウパンアクロスを玄関現像してねディテールを上げるっていうね、80に玄関してディテールを上げるっていう手法もあるんですけど、アクロスの場合はちょっと柔らかい調子に なるんですよね。もともとアクロス柔らかいのにさらに柔らかくなるんですけど、このデルタ100をね10まで玄関した、この作例を見てみますと、ディテールが上がってるにもかかわらず調子が変わってないんですね。先ほどあの私が挙げた作例と調子はほぼ変わってないように感じます。それでいてディテールがぐっと上がってると思います。このフィルムね10まで減感して使う、まあ、10っていうのがね、まあ、肝ですけど、10をその設定できるカメラっていうのがね、まあ、少ないんでね、ただ10までね減感して、使うとなるとね、まあ、かなり、ディテールが上がっています。ただ先日ね紹介した、バビロン13とか、ファントム8に比べると流浄感はあると思います。まあ真ん中ぐらいですかね。普通の100のフィルム、の100で撮った、まあイルフォードのデルタ100もそうですけど、100で撮ったのとそのファントム8とかの、超微粒子の真ん中ぐらいの調子に感じます。調子はねそのファントム8、バビロン13ともにね背景かなりハイコントラストだったんで、調子的にはねいい感じになります。まあドリームロコモディブさんもちょっとね背景だったんで補正したということですけど、これももしかしたらね現像時間長いのかもしれないですよね。今度ねそういうわけでね現在ねこのイルフォードのねデルタ100をねこのカメラに装填しております。で ISO10 の設定で撮影して、ドリームロコモーティブ様の現像時間のデータよりもう少し短い現像時間でチャレンジしてみようと思います。モノクロ写真ね、まあ、増減感とかね、まあ、自家現像しだす、こういう楽しみがボーンって膨らむんですね。現像時間を変えたらどうなるか、現像液を変えたらどうなるかとかね、いろんなね、そのやり方でね、違うものになるんですね。もう、組み合わせが無限になってくるんですよ。で、結構ね、僕、自家現像をおすすめしてますけどね、自家現像、モノクロの自家現像をやり出すとね、モノクロ写真がね、もう破滅的に楽しくなってきます。次はどうしようかな、次はどうしようかなっていうね、チャレンジ精神とか、もうそんなも出てきますし、その上がった時にね、狙った通りの調子で上がってきたりすると、よしみたいな感じのね、満足感が得られるんですよね。そんなわけでね、今回はね、デルタ100の魅力もそうですけども、自家現像のね、魅力、玄関現像、増感現像、まあそういうこともね、お伝えするという回になりました。今日の動画は、まあフィルム紹介の動画になるんですかね。まあちょっと地味な、内容ではありますけど、てか地味というよりは、かなりコアですよね。マニアックですよね。興味がない方もおられるかもしれませんが、ぜひぜひ一度挑戦してみてはいかがでしょう。で、自家現像じゃなくても増感現像、玄関現像はね、ラボ出しの時に指定すればできることがありますので、自家現像やるまでもなく増感現像、玄関現像やりたい方はね、お近くのラボにちょっと相談してからできるようだったら、挑戦してみてはいかがでしょうかね。玄関現像できますかとか、イルフォードデルタ100玄関現像受けてくれますかとか、まあそういう風な感じでね、問い合わせてみて、できますよっていうのは、じゃあ持ってきよう、撮影して持ってきますみたいなので、ね、やってみてはいかがでしょうか。はい、ではここからは、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作
品投稿のコーナーですね。今日トップバッターは1都市9さんですね。2枚、1枚目はのタイトルが亡霊、2枚目が玄関から見える風景ということですね。カメラはね、ニコン F2 フォトミック、オート 50mmF2、アグファ APX100 で撮られておりますね。どちらもそうですね。で、1枚目の亡霊なんですけどもね、これ何を写してるのかわからないんですけども、非常に面白い写真になってます。これ何を被写体にしたんでしょうね。何かカーテンかなんかに光が当たってるのかな。これをね、あの亡霊とね、なかなかこれね、芸術的な写真になっておりますね。で、2枚目の方なんですけど、2枚目はちょっとね、被写体が絞りきれてない感じですね。ちょっとうるさい感じになっております。何かもっと屋根をメインにするとか木をメインにするとか、難しいけどね、場所的にはちょっと難しいかもしれませんが、絞り込んだ方がいいかもしれないですね。はい、一都市九さんありがとうございます。次がね、長州薩摩さんの作品ですね。休みの日に渋谷界をスナップ撮影してきました。再開発で駅のホームが移設したり、百貨店が閉まったり、新しい建築物がたくさん生まれていますということで、タイトルが、渋谷スクランブルスクエアということで、カメラはニコン F3、レンズニッコール AIS50mmF1.4、フィルムがね、富士フィルム記録用100ということですけども、これ縦構図でね、中央のビルがね、スクランブルスクエアということなんですけどもね、これね、横構図にしたらめちゃくちゃかっこいいんですね、この写真。これ、タイトル画面にさせていただきます。ちょっとね、コロコロ最近変わってるんですけど、かっこいいんですよ、これ、この写真ね。横構図にした、写真をちょっと出しますけども、どうですかね、かっこいいと思いません？田舎もんだから都会に憧れてるだけかもしれないんですけどね。そんなわけで、次回の、投稿作品のコーナーのタイトル画面に、こいつがなっていきます。長州薩摩さんありがとうございます。次は山拓さんからね、3枚組ですね。初めてモノクロフィルムで撮影しましたということで、タイトルがね、浅田家ロケ地高田本山千秋寺ということですね。カメラがヤシカエレクトラ 35G、フィルムがアグファ APX100 になってますね。この写真なんですけどもね、3枚ともそうなんですけど、若干アンダーかな。多分これアンダーなんだと思います。粒子もちょっと荒れ気味ですね。これラボ出し現像ですよね。ラボ出し現像だとアンダーになると思います。ヤシカエレクトル 35G なんですけども、まあ、ちょっと古いカメラになりますので、もしかしたら CDS が劣化しているのかもしれません。設定をね、ちょっとだけね、アンダーなんで80ぐらいに設定するとかね、そういう風にして撮影したら綺麗に映るかもしれないですね。はい、山田さんありがとうございます。次はね、ケンちゃんさんから2枚、タイトルがね、1枚目が人魚の家で、2枚目が倉庫ということですね。富士ナチュラ、富士カラー100で撮影しておられますね。この作品なんですけどもね、1枚目がね、非常にいいですね。後ろのね、像、大阪府議会議長っていうのが、ちょっとね、フレームアウトしたかったところではありますが、ちょっとジオラマっぽくてね、可愛い写真だった。2枚目の倉庫なんですけど、これはもう、いわゆる廃墟写真ですね。これはぜひモノクロで撮っていたかったところですかね。はい、ケンちゃんさんありがとうございます。次がね、井上聖さんから2枚。タイトルがね、缶椿ですね。これ2枚とも缶椿になるかな。カメラがね、ソニー DSC-RX100。で、ライトルームアプリ版を使われておりますね。で、写真なんですけどもね、まあ、ソニーのね、カメラということでね、非常に赤が鮮やかになっています。光はないんですけどもね、そこはソニーのカメラのね、サイドの高さでカバーって感じですかね。まあ立体感はどうしても損なわれてしまいますが、これ結構いい色ですね。2枚目の方はライトルームで補正したのかな。ちょっと明るい写真になっております。
ますね。はい、井上ひりさんありがとうございます。今日の作品投稿のコーナーはここまで。まだまだ待機者が繋がっておりますが、もうしばらくお待ちください。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今回サムライジャパンさんの俺のカメラですね。以前も投稿しましたマイカメラコンパクトオリンパス 35ED、綺麗な個体で800円で購入し、長いこと使っていますということですね。露出は完全プログラム ED でシャッター最高速は800分の1、スローシャッターも 1,2 秒程度ありそうですが、ほぼスローでは使ったことがないです。レンチは LR44 2個で代用、セルフタイマーも軽くじいじい動きます。レリーズを押し込むと軍艦部と正面のライト、飾りが光ります。可愛いやつですということですね。20度の切れ身は切れが良く本当にコンパクト、シャッターさえ切らなければ電池持ち意外といいみたいですね。このオリンパス 35ED なんですけど、本当ね、このシリーズね、20度の身がすごくね、綺麗に見えるんですね。で、なんか正面のね、ランプのとこにね、原発みたいなマークがついてますけど、これ原発のマークというわけじゃないんですけど、この当時はね、電子カメラみんなこういうね、電子のマークがついてたんですね。いや、なかなかね、年季が入ったね、フィルターを使っておられまして、これね、長いこと撮っているところで耐久性はどうなんでしょうね。一体何回ぐらいシャッター切れるんだろう。最近のね、デジカメは、EOS 5D が15万回とか、EOS 1D シリーズが50万回とか、まあ、そんな言い方も聞きますけど、これは何回ぐらい切れるんでしょうね。まあ、実験とかした人はいないでしょうけどね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。ここからはね、久しぶりやったらやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったーやっちまったコーナー、今日は時神さんのやったーですね。やったーやっちまったコーナーのやったーに投稿します。このカメラは先日中古店で購入したレンジファインダーカメラのオリンパス35です。D 随行 40mm F3.5 レンズがついたレトロカメラ、価格は400円でした。安いな。見た目はレトロな金属カメラですが、その実、ごく普通のコンパクトカメラ、コダックのカラーフレームゴールド200で撮影しましたが、レトロな写りはなかったです。1955年製、65年前のカメラなんですけど、でも安くて良い機体が買えてよかったです。昭和30年ぐらいのね、カメラ、僕も、オリンパスワイド E っていうやつをね、この先日、先日というか、もう随分前になりますけど、使いましたけど、あれも良い写りしましたけど、まあ、それと同じぐらいの時期のね、カメラになりますね。ちゃんとね、レンジファインダーしてるんですけども、セルフコッキングになってるんですね。シャッタースピードは500分の1まで切れるようですが、何よりびっくりなのが、色目的にね、現代的な色になってるんですね、これがね。なかなかいい色で撮れてます。これリバーサルフィルムとか入れても面白そう。ただ精度はどうなのかちょっと怖いところではありますが。時神さんありがとうございます。今日の動画はね、こんな感じで終わっていきます。で、次回の動画なんですけど、次回はね、ハーフカメラいきますよ。よっ。はい、これね、これ800円だったっけ？いくらだったっけ？ヤフオクでね、ジャンク購入したミノルタのレポっていうカメラになりますね。ライトビュー式の、ライトバリュー式のね、シャッター速度、絞り調整の、コンパクトな、ハーフサイズカメラになります。これでね、写真撮ってきました。レンズの状態結構悪かったんですけどもね、意外にいい写りしました。これの紹介動画になっていきます。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。いつも言っておりますがね、高評価、コメント、どしどしお待ちしております。コメントはね、頑張って返していきますんでね、返信はね、ちょっとしばらくお待ちいただくことになるかもしれません。高評価はね、もうポチッと押すだけなんで、ぜひぜひ高評価お願いします。あとチャンネル登録なんですけど、最近ちょっとググッとね、加速的に増えてまいりました。なかなかいい感じになってますね。今のままの調子でいけば、来年の4月ぐらいには、
チャンネル登録者4000名を到達するという、ユーチューラーだったかな、なんかサイトにね、予想が書いてありましたけどね。そんな感じでね、続々とね、チャンネル登録者増えておりますが、まだまだ増やそうと思ってますので、まだの方はね、チャンネル登録お願いします。今日はね、最後まで動画を見ていただきありがとうございます。ちょっとね、喉の調子が悪いんですけど、やっぱ年末でね、仕事が忙しくて睡眠時間がちょっと短くなってるんでね、眠たいとね、叫びながら走りますんで、喉の調子がどんどん悪くなってしまいますが、まあ今日はね、こんな感じで終わっていきます。また次の動画でね、までお待ちくださいませ。それでは、最後まで見ていただきありがとうございました。ごきげんよう。さよなら。